皆さん、こんにちは。2023年3月に開催された WBC で日本代表の切り込み隊長として大活躍したラーズ・ヌートバー選手。外野の全ポジションをこなし、選球眼の良さが売りの選手で、 WBC では全7試合に1番センターで出場し、6個のフォアボールを取るなど期待通りの活躍を見せました。間もなくしてカージナルスへと凱旋して、ここから怒涛の活躍を見せるかと思われていましたが、シーズン開幕から間もなく怪我で故障者リストに入り、早くも WBC の弊害なのではないかと騒がれていました。しかしそれをよそに、ヌートバー選手は大谷翔平を筆頭とした侍ジャパンで培った精神、 WBC 後に語られた侍ジャパンへかけた本音を語り、大きな反響を呼んでいます。そこで今回はヌートバー選手の WBC 後についてご紹介していきたいと思います。初の日系人選手として WBC 日本代表のメンバーに選出され、大きな話題を呼びましたが、その裏には苦労も多かったといいます。正直言ってかなり緊張していた。20年間以上行っていない国に行って、おじいさん、おばあさん、母や母方の家族の名前を汚すようなことはしたくなかった。それが一番緊張していたことで、でも侍ジャパンとしてこの舞台で戦いたかったとし、日本人の母久美子氏を持つヌートバー選手は9歳の時、当時早稲田実業高校で野球ファンを沸かせた斎藤佑樹氏ら高校日本代表が渡米した際、高校球児を受け入れるホストファミリーの一つとなり、大会期間中にバットボーイを務めるなど、何かと日本とは縁がありました。しかし実際に日の丸を背負う重圧は大きかったようです。完全には日本の文化を理解していなかったし、言葉もほぼ理解できていなかった。フィールドで結果を出す以外に様々なプレッシャーがあった。リスペクトできていることだったり、お辞儀をすることなど周りの状況を理解すること、それが一番緊張した部分だ。野球はどこに行っても野球だ、楽しみながらプレーするだ、当たり前がアメリカとは違うことを理解しなければいけなかった。アメリカ出身の選手が侍ジャパンでプレーすることは初めてのことだったから、リスペクトしてファンやコーチに気に入られる選手ならなくてはいけないというプレッシャーもあった。たった一人のバカのせいでアメリカ人は変なやつだと思われたくなかった。いろいろなプレッシャーがあったことを WBC が閉幕後に語りました。結果的にこの大会でヌートバー選手は日本人の心をぐっと掴んだことは間違いありません。そんな一躍人気者となったヌートバー選手ですが、 WBC での激闘後、所属するカージナルスに合流すると、ブルージェイズとの開幕戦に2番レフトでスタメン出場を果たしました。開幕前、母である久美子氏は、 WBC の緊張とは全然比べ物にならないです、 WBC はやっぱ緊張しました、プレッシャーもあったし、短い試合の中で結果を出さなくちゃいけないから大変だったと思う、でもレギュラーシーズンは162試合あるから、打てない日もあれば打てる日もあるっていう波があるけど、 WBC は本当に打たなくちゃいけない、しかも活躍しなきゃいけないというのがあるから大変だと思いますと親心を覗かせていました。そんな母の前で躍動する姿を見せたかったヌートバー選手でした。開幕戦で三塁にスライディングをした際にベースに左手の親指をついて痛め、翌日から故障者リストに入ってベンチ入りのメンバーから外れることとなりました。ヌートバー選手はセントルイス、そして日本のファンのためにも早くプレーしたいと早期復帰へ向けコメントしました。これには日本のファンも即座に反応し、ヌートバー故障者リスト入り悲しすぎる、うん残念、大事な時期に故障は辛いな、たっちゃん早く治して復活するんやで、シーズンは長いから焦らずまずは完治させることを優先させてほしいと、ヌートバー選手の復帰を待つ声が多く寄せられました。そして現地時間15日、本拠地で行われたパイレーツ戦に7番センターでスタメン出場する、復帰後初安打は生まれませんでした。3つのフォアボールを選び、選球眼の良さを発揮しました。
翌16日にも7番センターでスタメン出場すると、6回2点ビハインドで迎えた第3打席、2アウトランナー2塁からパイレーツ先発ミッチ・ケラー選手が投じた内角高めを引っ張ると、弾丸ライナーでライトスタンドへ、今シーズン1号となる同点ツーランを放ち、三塁ベースを回ると WBC でおなじみとなったペッパーミルポーズも披露し、本拠地のファンからは大きな歓声が送られました。その後は同点で迎えた8回に2アウトランナー三塁のチャンスで打席が回るも申告敬遠、延長10回にもワンアウトランナーに三塁とサヨナラの場面で回ってくる、一塁が空いていたため歩かされ、結果この日は2つの申告敬遠を含む2打数1安打3四球の大活躍で、チームも延長の末10回にサヨナラ勝ちを収め、見事完全復活となりました。開幕戦を含む出場3試合ですでにチーム2位タイの8四球を選んでおり、オリバー・マーモル監督は出塁する方法を知っている、彼はストライクゾーン以外の球には手を出さない、そしてゾーンの中に球が来ればそれを強打する、今日もフォアボールを選んでいたし、ホームランの時は本当にいいスイングだったと持ち前の選球眼の良さを絶賛し、また彼が戻ってきてくれて嬉しいと、約2週間離脱していたものの元気な姿に指揮官も胸をなで下ろしました。そして森永製菓は4月20日ヌートバー選手と広告契約を結んだと発表しました。契約自体は4月1日から今月末にはヌートバー選手出演の新 CM が公開予定となっており、森永製菓の松永取締役上席執行役員は WBC でも活躍されたヌートバー選手と契約することができましたこと大変嬉しく思います。熱いプレースタイルと周りを元気に明るくさせてくれる人が、それに何と言ってもヌートバーというお名前、森永製菓のインバーとの運命を感じて、すぐに契約のオファーをさせていただきました。インバーを食べてさらに世界を盛り上げていただくことを期待していますとコメントし、自身初の CM 出演となったヌートバー選手は、この度日本を代表する大手企業である森永製菓様とパートナーシップ契約を結ぶことができ、大変嬉しく光栄に思います。これからシーズンが始まり移動も多くなるので、美味しいインバープロテインを食べます、インバープロテイン大好きとコメントしました。 SNS 上では早速ファンから歓喜の声が届き、 CM 楽しみ、タイムリーヒットです、ヌートバーにまた会える、これは楽しみ、嬉しい、さまざまなコメントが寄せられ、どんな CM が日本で流れるのかファンは心待ちにしているようでした。日の丸を背負うということについて侍ジャパンメンバーの誰よりも重みを感じていたのはヌートバー選手なのかもしれません。その結果 WBC では大活躍し、大谷翔平選手と並ぶ人気選手となり、 CM にまで出演が決まるというヌートバー選手自身も予想していなかったことでしょう。 WBC という大舞台を経験し、一皮むけたヌートバー選手に今シーズンも注目が集まります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。